国内男子株アベマツアー太平洋クラブチャレンジ初日29日太平洋クラブ江南コース埼玉 7224YD パー72画像全米オープンでリポーターを務める松坂大輔さん元メジャーリーガーで日米通算170勝を誇る松坂大輔氏が男子株アベマツアーに主催者推薦枠で出場初日は81の9オーバー147位で終え、明日はなんとか70台で頑張りたいなと思います、と話した。アイアンが好きで、それで距離も高さも出せていた。多少距離を残しても、1W よりは曲がらないユーティリティで。ウッドは 1W、パラダイムトリプルダイヤ S の1本のみ。シャフトはアルディラローグインフィニティ、重さ 80g 台、硬さ TX、を指している。1W シャフトで 80g 台の硬さ TX といえば、松山英樹のスペックと同じ。クラブスピードの速さがうかがい知れる。ウッドを抜いた代わりに、キャロウェイのアイアン型 UT を2本投入。アイアンからウェッジはブリヂストンで揃え、ボールもブリヂストンのツアー BX を使っている。試合後の練習場では、ブリヂストンのフェアウェイウッド、B1ST の5番ウッドも調整。明日は多分変えると思いますとユーティリティ2本を抜いて 3W と 5W を入れる予定だ。野球では経験しない至近距離からの観客に視線に緊張しましたと話したが、後半はバーディを2つ奪うなど見せ場を作ってギャラリーから歓声を浴びた。予選ラウンドは飛ばし屋の新村俊、中西直人、尾崎圭介と同組でプレー。2日目は午前8時10分に1番からスタートする。より小さい松坂大輔氏初日のセッティングより大きい。ドライバー、キャロウェイパラダイムトリプルダイヤ S、9度、シャフト、アルディラローグインフィニティ、80g 台、硬さ TX。ユーティリティ、キャロウェイ APEXUT アイアン、16、18度。シャフト、トゥルーテンパープロジェクト XLS、アイアン、ブリヂストン 221CB アイアン、4番から P。シャフト、トゥルーテンパープロジェクト XLS。ウェッジ、ブリヂストン BRM2、50度、56度、59度。シャフト、KBS ハイレブ 2.0。パター、スコッティ・キャメロン、ファントム X サークル T プロト。ボール、ブリヂストン・トゥール、ツアー。BX より小さい2024年より大きい、パールホワイト。